皆さんこんにちは、パン職人のゆりなです。今日はベーコンとチーズのブレッドをご紹介していきます。ちょっと大きめのカットして食べるタイプのパンになります。材料は2本分を記載しております。準強力粉と書いてますが、強力粉でも問題ありません。約ね、3時間ほどで完成させていきます。ランチにもぴったりのパンです。一緒に作っていきましょう。では早速始めます。まず材料を計量していきます。水の温度は24度前後を目安に測ってください。モルトと呼ばれるものをお持ちの方はモルトに水を入れて少し溶かしていきます。ない方は砂糖で代用できます。砂糖を小麦粉に入れて混ぜてください。モルトを戻した水を小麦粉に入れて粉気がなくなるまで混ぜていきます。準強力粉を使うとちょっと食感がサクッとした感じのパンになります。強力粉だともちっとした感じですね。準強力粉はリスドールという粉を今回は使用しております。ボウルの中で粉気がなくなるぐらいまでね、しっかりと混ぜていきましょう。これぐらいまで粉気がなくなったら、生地をこの状態で放置していきます。小麦粉と水を混ぜた状態で置くことでグルテンと呼ばれる膜がつながってですね、こね作業がとても楽になります。この作業をオートリーズと、パン用語ですね、では言いますね。20分置くとこんな感じに生地が伸びるようになってますね。そしたらここにドライイーストを加えて生地で包むような感じで一周させてください。次に塩、粗塩を使ってますね。通常の食卓塩なんかでも大丈夫です。塩を加えたら再度生地を一周させます。ボウルにね、ドライイーストとか塩がくっつかないように注意しましょう。一周できたら生地を台の上に出していきます。この時点でちょっと生地が硬いな、動画よりも硬そうだなっていう場合はちょっと水を足して調節してください。生地を平らな場所でこすりつけるようにして約7分ほどこねていきます。伸ばして戻すっていう感じですかね。押して戻すを繰り返します。生地のグルテンと呼ばれるつながりをですね、切ることによって修復するようにパンがつながってまとまってきます。途中でね、こんな感じでベタベタになってくることもあると思います。そうした場合はカードだったりヘラを使って集めたり、あとはね、手でしっかりこう集めたりしてこね直してください。こんな感じでカードでかき集めてまとまりました。伸びるようにもなってます。7分ほど経過したら今度は生地を持ち上げて台に叩きつけていきましょう。そうすると表面がね、どんどん整っていくと、滑らかになってくるのがわかると思います。約2分間ほど繰り返してください。ちょっと持ち上げて落とすような感じです。そうすると表面が整ってツヤっとした感じが出てきます。こうなったら OK なんですが、伸ばした際にはね、ちょっと薄い膜、指が透けるほどの薄い膜ができるようになっていれば、生地としては完成です。生地のこね上げ温度と言うんですが、こねた後の温度ですね、は26度から7度ぐらいがベストです。30度ぐらいとかになってると、発酵オーバーといって、パンの生地が、ちょっと熱くなりすぎているので注意しましょう。そうならないように水の温度を24度にしています。そしたらこのまま濡れ布巾をして90分置いてください。
発酵機など使う方は27度でセットしてください。90分後ですね。90分後ですが、あまり発酵はしてないです。こう、もりっとも盛り上がってるようなことはなくて、あまり変化はないです。打ち粉をしたら台の上に出します。少し伸ばして、三つ折りを一回します。向きを変えたら、くるくると丸めていきます。ガス抜きと呼ばれるんですけど、これすることによってパンのキメが整ったりだとか、イーストがさらに活性化して、ここからぐっと膨らみます。とてもね、大切な工程ではありますね。よくいろんなレシピで省かれることもありますが、私のレシピでは結構やってます。30分置いてください。そうするとね、さっきよりもちょっと膨らみが出てきた感じがすると思います。そしたらここから分割ですね。打ち粉をしっかりと振ってもらって、台の上に出していきます。いい感じのね、ふわっと柔らかい生地ができてますね。生地を軽めに寄せたら、半分にカットしましょう。半分にカットしたら、ちょっと叩いて端を中心に寄せながら、楕円形に整えていきます。この時にガスを抜きすぎないように注意しましょう。美味しいガスなのでね、可能な限り残せたらいいかなと思います。楕円形にできたら、濡れ布巾をかけて生地を休ませていきます。このまま20分置いてください。20分後ですね。ベーコンとチーズ、ブラックペッパーを用意しておきます。あとね、お好みでマスタードとかでもいいですよね。チーズとかね、好きなチーズ用意してください。では、成形いきましょう。一つからいきますね。生地に打ち粉を振ったら、ガスを抜くようにして広げていきます。裏返して、平らにします。この時もガス抜きすぎないようにね、手でやってください。綿棒でやらないように気をつけましょう。ベーコンを1枚上に乗せます。その上にチーズを乗せてください。そしたら折りたたみます。真ん中に向けて。反対向きにしたら、再度ベーコン乗せて、チーズをですね、15g ぐらいですかね、乗せていきます。先ほど同様、真ん中に向かって折りたたみます。そしたら今度は中心部分で再度折ります。長さはね、約25センチぐらいかな。思いますね。最後しっかりと閉じ目を閉じます。これで成形は完了です。もう一度ね、しっかりといくので見ててください。生地のガスを手で抜きます。この時の長さは約20センチぐらいで、ベーコンを乗せてちょっと伸ばす。チーズを乗せたら真ん中に向けて折ります。もしマスタードなど使う場合は、この時点で生地に塗ってベーコンを包んであげると外に出てこず美味しいと思います。半分に折ったらこれで完成です。しっかりね、閉じ目からチーズが出ないように閉じてあげてください。2本ともできたら天板に並べていきます。くっつかないように並べましょう。横向きでも縦向きでもどちらでも構いません。今回はちょっと横向きで並べてみました。そしたらですね、ハサミを使って生地をカットしていきます。5カットしましょう。
バランスを見てカットしていくといいですね。ちょっと迷いましたが、端の方、真ん中切って端切って、その間切ると綺麗な5カットになります。そしたら霧吹きをして、上からブラックペッパーをかけます。このまま発酵を取っていきましょう。室内での発酵も可能です。その場合濡れ布巾をかけて放置をしてください。発酵器など使う場合は27度で設定していきます。ブラックペッパー取れているようであれば再度焼く前に振ってください。予熱したオーブンにですね、霧吹きをしてから生地を入れていきます。240度で約18分ほど焼きましょう。オーブンによって調節してください。スチームを入れることによってパンカリッと焼き上がります。ぜひ試してみてください。で、ね、カット、冷めてからカットして食べてみてください。保存方法もね、記載しておりますので、次の日とか1週間後とかでも美味しく食べれるようになってます。朝食とかね、ランチにぴったりなパンですので、ぜひ皆さん作ってみてください。ということで、本日もありがとうございました。インスタグラムにてレシピ紹介もしてますので、よかったらそちらもよろしくお願いします。ご覧いただきましてありがとうございました。ご質問などあればコメントいただければ嬉しいです。次回の動画でお会いしましょう。アビアントー。